した。雨だったんですね。びっくり。気圧がすごかったのか。よかった。よかった。家にずっといて。気圧、低気圧の日ってずっと家におったらね、無敵なんだよね。いっぱい寝れた。いっぱい寝ました。そう、全然聞かない。家の中はね、全然聞かないよ。確かに。でも今日は月曜日。メール、そう、今日オフショット多めだった。やっぱり家にいたから。動画作ったりしてた。めっちゃゴロゴロして、ご飯食べて、お腹いっぱいになって、またゴロゴロしてた。そう、ちょっとそう、お腹いっぱい倍になったらきつくなるじゃん。休日、ザ休日って感じ。ほんとドラマ見てハハハハって笑ったり泣いたりしてた。あはは。そうですね。お休みはいつぶりだろうか。久しぶりな気がする。ドラマは結構ね、やっぱ録画溜まってて、いろんなの見た。今あれ見てる。好きな花、一
番好きな花やったっけ。とあと結婚苦情九時みたいな。一番好きな花、今田美桜さんが出られてるんですけど、とりあえずずっとめっちゃ可愛いって思うけどめっちゃ可愛いって。でもあのそうなんだろう、方言喋ってて、それが多分そう博多弁なんですよ。派遣わーってなった。エモいエモいっていうのか。だってさ、そう福岡出身で、だから本物なんですよ。だからそうドラマでさ、本物のそう出身の方言って喋れるのってなかなかなさそうだよね。そうだから本物だったから全然ナチュラルな博多弁だった。すごかった、ほんと。そうそうそう、そうですよ。確かに獣のやつ、めっちゃ可愛い。アニメ？なんかさ、トレンドにさ、進撃の巨人が入ってて、普通にネタバレを見た普通に最終回のネタバレを見た。あ、そうなんだって最終回なんだろう、最終回っぽいやつは読んだんですけど、本物の最終回は見てなくて、あってなったいやでもエモいなと思ったいやでもなんかトレンドになっててさ、でもだいぶ忘れたからまた見たいな。そう、私結構すぐ忘れるから、ね、だからあ、そうなんだってなった。ね、伏線がいろいろあったんですよね。全部回収したいな。そう最近ね、あのアプリ、漫画のアプリで、進撃の何話まで読みますみたいなのがあったから、それで
読んでたけど懐かしいな。また見直したいな。でも3巻ぐらいまでね、もう何回も読んだ気がするんだよね。3巻ぐらいから読みたいな。そう、漫画で、漫画が、そう、あのお兄やんが全巻買ってて、それで借りて読んでた。借りて、なんか読んでいいって言ったらいいよって言ってくれるけど、絶対に傷つけるなよっていう。めっちゃ几帳面だから、もうこの折り目とかつかずに、折り目とかももうなんかポテチのなんかもうあれ油とかも絶対につかないように、もうめっちゃこうやって読んでた。でもなんか弟やんは結構すぐちょっと汚すイメージがあるから、弟やんにはなんか傘みたいな言った。なんか多分一回あるんよ、一回なんか汚したみたいなのがあったから、それでなんかもう家もダメみたいな、多分そんな感じだった。一回あったみたいな、折り目がついたみたいな、一回結構やばい感じで折り目がついたみたいな。やばいやばいってなって。確かに、なんか弟やんに貸した後に折り目がついたのを発見しとったんや。だけん怒っとったもん。ねえ、だけん私もちゃんと折り目をつかんようにやっとった。慎重に読んでね。そうすごい綺麗にね取ってあるんだよね。ほんと几帳面だな。でも私と弟やんはそんなにこだわり、そういうこだわりはないから、お兄やんだけ。そう、謎の潔癖がある。でも誰しもあるか、誰しもさ、あ、そこみたいな、そこなんだみたいな潔癖あるよね。私 B 型だよ。そうなんよね。
に使わない。なんだろう、本屋さんには多分売ってあると思うけどな。本屋もなかったん。大きい本屋さんにはある。大きい本屋さんまで行かないか。でもコンビニにも売ってある時あるもんね。でも確かになんか結構コンビニで買って見つけてくださった方もちょうど家の近くにあったよって方もいらっしゃったし、3軒目4軒目6軒目とか探し回って見つけた方もいるし、見つけれてない方もいる。そうなんや。もしかしたらそこにもあったかもしれんけど、もう売り切れたかもしれんね。取り寄せた方が早いかもって。確かに安心したいならね、予約しとって見つけたらまたその場でも。そう、本屋さん少ないんだよね。ほんと私の知ってる本屋さんどんどんなんかいつの間にか閉店しちゃってるんだよね。悲しい。電子版もあるしね。サブスクもあるからね。でも貴重、貴重だけど本屋さん好きな人いるよね。だって本屋さん行っても結構人いたし。本屋さん、そう好きなんだよね。海外への送料が高額です。あら、高額なんだ。確かに海外、そうだよね。その覚えはある。その覚えはあるけどね。いや
海外に送ったことがある、受付したことがある、荷物を。そうそうそう、めっちゃ難しいんだよね。すごい厳しい、厳しいし、その国によってもいろいろあるし、ここで受付して戻ってきたら、戻ってくる分の、そう、分もなんかかかるし、みたいな。だから間違えられない。でも慣れとる人はめっちゃ慣れてるからスムーズだったけど、海外に送ること一日にどうだったかな、でも一日に一人は絶対いらっしゃった。多い時は本当5人ぐらいは、あったかな。そうそう、多い時ね、めっちゃね、そうなんよね、やっぱりその日によって全然違う。そうね、海外のファンの方、増えてきてるかも。ですね。でもみんな日本語がすごい上手。アルフォートさん、お城ありがとうございます。ありがとうございます。
ヤングガンガンはポスター、大きめのポスターが付録でついとるよ。ポスターよかったよ、ありがとうございます。そう、表紙も私だからね。すぐ次の号が発売されそう。予約しとくと確実よ。そう、次は巻末です。アルフォートさん、ありがとうございます。でも ありがとうございます。あ、ボムもね、そう、ツタヤ限定だと表紙が STU になってポスターもつく。そうです、そう、4人のポスターがつきます両面で。カード、
ード2種類ランダム。うん、ポストカード2種類ランダムとポスター両面か。のど飴舐めてみる。落ち着いてきた。ポストカードでファンレター。え、全然全然。でも自分の分がなくなっちゃいますよ。そうだ、写真集の多分全部にポストカードがついてるますね。一冊に1枚ついてる。ビニールで保護されてて、それを取ってパッて開いたら入ってたから。そうそうそう。だから全部ついてると思う。うんうん。でもお渡し会は一冊でもついてるし、二冊からはそのランダムランダム一冊ずつと特定のポストカードが一枚っていう意味だと思います。そういうことだと思うけどな。めっちゃもらえるね。めっちゃもらえる。ね、もうすぐだよ。あと9日。やばい。写真集もだけど。シングルもだ。シングルも。ポストカード。3冊券で2冊はスタッフからもらえる。え、スタッフさんは確かにってこと？私が私しますよ。
私がお渡ししますよ。3冊持てる。うん、持てるよ。え、だと思うけど。だって写真撮るだけってこと？写真撮る人はでもサイン書いたりするし。3冊渡しても大丈夫、持てるよ大丈夫、そんなに大丈夫です。10冊はきついかもしれないけど3冊は全然持てますよ。いやいや、ええ、私が一冊渡して、あとスタッフさんが渡す。そうなるの？スタッフさんの渡し会じゃん。いや、どうなんだろう。さ、それ。想像しても全然すごい、すごい面白くしかならないけど、でもなんか全然渡せるけど、多分間違っちゃうと思う。私確かに結構間違っちゃうかもな。考えなくなるんよ、私。その話しながらとかやったら、だけん何冊ですって言われてもなんか多分違ったりするかも。もしそうやったらスタッフさんに手伝ってもらった方が確実かもしれん。うん、結構間違っちゃうんだよね。そう、すぐ言われたことね、なんか理解力なくて分かんなくなっちゃうんだよね。なんて言いましたって。まあ分からん。事前に準備してくれてるかもしれないし、そうじゃなかったら、そうだね、そうなりそうですね。
準備してくれとったら渡せるけど、何冊ですってなった時に時に言って分かりそうだよね。のスタッフさんのイベントの仕方とか。スタッフさんはそうだね、お店側の方なんじゃないかなと思ってます。ね、私も写真集イベントお渡し会したことないから。ムック本の時、あれはそうね、あれはなんだろう、サイン会みたいな感じだったんですよね。ポストカードにサインしてみたいな、またお渡し、ポストカード渡し会みたいな。だからそう、ポストカード多分だからどうなんだろう。ごめんね、こんなに分からんで。でもとりあえずそうお渡しできるしので。
こは確実です。そこは確実です。楽しみにしてます。でも多分緊張してるかもしれないので、緊張してるかもしれない。ね、どうなんだろうね、どんな感じなんだろうね。みんな緊張してる。私も緊張してるから。え？って感じよね。やそう。おそろ。緊張おそろ。スタッフさんも緊張してるかもしれない。みんな緊張して。緊急緊張ね。でもこういうソロイベントってやっぱり何かいいよね。その場に来るみんな仲間だもんね。あんまないよねそんな。ねえ、みんな仲間ですよ。生誕祭もそうだもんね。弱音にならん方がいい。弱音？話か、あ、待ってます。
緊張。え、でも話し会とか全然あんな方緊張してる感全然ないわ。緊張してなさそう。最近すごいなと思うよ。私握手会の時全然話せなかったからさ。すごいなと思って。いや、推しは偉大だよね。イエーイ。確かにいいね。ありがとう。そうなんだ。サヤン以外はガチガチです。サヤン以外は緊張するってこと？今の話の流れからして逆だったんですけど。ちょっと逆だったんですいません。見つけちゃいました。うん、アンポムありがとうございます。でもそうよ、いい意味で緊張しないねって言われるよ。いい意味でそう、緊張しないって。最初はね、自由ある。最初は緊張するけどみたいな。
確かに最初緊張するよね。神対応、神対応だって。緊張する？まだ緊張してる方もいらっしゃった。喋る直前は緊張するけど、話し始めたら緊張しない。不思議ですね。神対応。お見送りでも神対応。イエーイ。でも確かにオンラインの方がまだ落ち着いてて話せるかもね。そんな感じするよ。確かに切り方つらいね。何の人情もなく消えるからね。そうそう。そうなん。そうね、でも家からお話できるのってすごい。また落ち着ける。特技、お腹の音を鳴らすことです。そう、あんなこと部屋とか見えたりする。私のグッズが飾ってある。見てますよ。いや、確かに。あ、パネルもありがとうございます。浴衣のやつも嬉しい。初見です、ありがとう。今シングルでお話か初参加。おお、アドバイス。アドバイスか。ドキドキとワクワクを持つ。
あ、ストップウォッチ会うと便利だってまだちょっとあれかもね、頭の整理はつくかも。だから参加する人、うん、結構いらっしゃいますね。どうだろう、うん、結構いらっしゃいますね。確かに。何話すかメモしたらいいかも。そうそう。イエイ。あ、嬉しい。チェキとか持ってきてくれるの。追加した。お、嬉しい。メモ通りにいかない説おもろい。グッズ嬉しいよ。ね。でもノンプランの方も結構多いですよ。ノンプランの方多いかもしれない。何話すか考えてないんだよねみたいな。でも話したいことある方が嬉しいですよ、私は。あるんですか？その方がまあ嬉しいですけどね、私はね。焦ってる人いっぱいいるんだけど。あるよね、私と話したいことあるよね。
いろんな感想とか伝えてくれたりとかね、あるよね。あってほしいな。あれよ、ちゃんと本当に考えてきたけど、その場で緊張しちゃって頭なんか真っ白になっちゃってどうしようってなってる方はもう本当にそうね。そうじゃない方はね緊張しないの珍しいって言われるわ。なんだろうね。でもそんな友達いないけどね。かな、かなえび。そうね。いや、でも嬉しいな、話しやすいって言ってもらえて。確かに壁ないかもしれない。食べないかも。そう、なんかね、お話し会に来てくれるってだけでもう壁ないですね。
方には壁ないです。って思ったよね。そう思ったよね。でも基本的に高尾紗友香という人間としては日常生活で壁はあるけど、街中で街中の人とはちょっと壁がある。当たり前さやんか、これ。あ、みんなそうですか。それが中学生の時とかはめっちゃあって、めっちゃ中学生の時それがあって、こう道があってすれ違う時に目があったら、なんで見るんだよって思ってた。いや、それほど、なんか。あ、すいません。充電が切れた。やばーい。そう、なんで見るの？見ないで。って思ってた。でも、そう。やばい。タイミングが、やばいよね。違いますよ。そういうなんか、いや、普通でしたよ。
通だったけど、確かにちょっと人間不信だったし人間、そうだね、人間不信だったね。今はだいぶ改善されたけどね。すいません、またちょっと充電器の様子がおかしいんだけど、待って、分かった、意味が分かった、みんながそんなに怖がってる怖がってる理由が分かった。あれだよね、なんかよくあるドラマのドラマのやつですよね。こうなんかわはははって騒いでる人らがいて、でそれを見よったら何見てんだよみたいな、あのシーンですか、あのシーンを想像されてる。違いますよ、違います。私はそのなんかそういう見る、なんか何見てんだよじゃなくて、私の存在を認知しないでみたいなって感じ。私の存在に気づかないでの方の見ないでっていう。そう、私を見ないでそう、なんか本当にちょっと人間不信だったんですいません。そうなるんよ。でもさ、そんな子がさ今アイドルになってんだからすごいよね、成長した すごいよね、もう今見てって感じじゃん。時々見ないでの自分と、でもちゃんと存在を知ってもらわないとっていう自分と、いろいろ出てくるけどね。成長したよ。構成、いや違いますよ本当に違いますよ本当にやだなこれ、こういうこのさっきの話でなんか違う噂が流れるのやだな、やめてくださいよ本当に。そういうのは本当作り話から生まれていきますからね。誰だ、この中の誰かが本当ね、大変、本当見出したくない自分とが時々出てくるから、その自分と勝負するのが大変だわ
ルフォートさん、コウヤンさん、コッペさん、ウォピさん、F 渋谷さん、スミミンさん、トキさん、神戸のヒッキーさん、D さん、犬ちゃん、青い鳥さん、マイセンさん、キチネさん、南波のヒサトさん、台湾のコウさん、高蔵さん、セイヤンさん、ミツルンさん、オーサムさん、フジポンさん、ロックオンさん、ケンタロウちゃん、神戸のマーチさん、メガバイトちゃん、みかん屋さん、たてさま、かたむつりさん、じんたさん、はやりんごさん、まさきさん、ミッドナイトシュガーさん、らくらくさん、さとけんさん、まなべさん、ありがとうございます。そうなんや、何かができるできないで、できると目立つからできた方がいいのに、できない方、できない自分が出てきちゃったりするんですよ。できない方が目立たないし、いろいろ言われないし、波風も立たないし、その方がいいっていう過ごし方してきたから、それがこうアイドルの世界になるとさ、別だからさ、できた方が評価されるし、誰かの希望にもなったりして、難しいんだよね。だけん最近はできて当たり前っていう気持ちにシフトしようと思うよね。できて当たり前って思うとなんかいい。LINE を高くして、ああそういうことね、できないこと、そうだね。でもそれに関しては今年の前半でだいぶ折れたからな、それに関しては。そう、おやすみなさいです。ありがとうございます。バイバーイ。